ハロー、アサギーニョです。雑貨を爆買いしました。すごい、こんなに買ったよ。こんなに大きいのとこれも買いました。お家を可愛く可愛く飾り付けるアイテムをいっぱい買ってきたから紹介していきますね。パキン。まずはい、それでは紹介していきます。基本的に飾り付けるお家を飾り付けるアイテムを買いました。そう、今年の冬はもうたくさんお友達をお家に呼ぶの。もう約束が何個か決まってて、直近やと日向と誕生日パーティーすることになりました。そうだから、そういうパーティーグッズとかもいっぱい買った。じゃあまずこちらボックスです。これただのボックスやねんけどな、見て。あ、フライングタイガーで買ってきたんやけど、このキラキラの、赤いキラキラのボックスめっちゃ可愛くない？そう、ラメラメしてるからちょっとゴージャスな感じだし、クリスマスにもぴったり。クリスマスツリーをさ、そこに置こうと思ってんの、この今葉っぱがあるとこに。だからこの足元のとこにこうやってボックスをこうやって積み上げて、こうやってやるだけで、ほら可愛い。うん、そう、ゴールドのボックスもめっちゃ可愛いと思って買ったんやけど、これ普通にさ、プレゼント入れる箱としても使えるで。これでもらったらめちゃ嬉しいで。クッキーとか作る系の女子とか、これで入っててみ、激可愛いで。でさ、こんなボックスでさ、タラタラ喋るなよって思うかもしれんけど、このボックス超可愛くない？真ん中パカって開くねん、桃太郎みたいに。これでさ、なんかプレゼントもらってみ、メロメロ。そうやってパカーンって、クッキーとかここにチョコレートとかこうやってパカーン食べて、うわいいよね、キラキラ。あ、そうだ、今日はちょっと嬉しい発表もいくつかしていきます。まあ一旦ボックス系は紹介していくね。これもボックス、これはめっちゃクリスマスって感じのボックス。これをさ、こうやってさ、こうやってこういう感じでツリーの下に置いても可愛いな。300円、300円で手に入る幸せ。手作りのものとかもたった300円でさ、クオリティ倍増。パキン。あ、これは私毎回買うやつです。お家にストック置いてんねんけど、シルバーとゴールドのキラキラお皿、紙皿なんやけどめっちゃしっかりしてて可愛いからいつも買います。このお皿もいくらよ。200円、200円、200円で手に入るゴージャス。あなたもいかが。次、今年なクリスマスな、人生で一番最高のクリスマスにしようと思ってんねん。去年も言ってた気がするけど、今年はさらに上を行きます。いつもは12月中旬になってから、あ、やばいやばい、クリスマスやクリスマスやとか言ってるけど、私は10月からクリスマスを意識し始めてました。ガチ勢やねん。次、これ可愛くない？これはテーブルクロス、フライングタイガドンのこのテーブルクロスはめちゃくちゃお世話になってます。いろんな柄のやつ持ってんねんけど、このストライプめっちゃ可愛くない？赤のストライプ、まあ、クリスマスっぽいけど、クリスマスじゃない時もめっちゃ可愛くない？うちの家にね、ぴったり。ちょっとここのテーブルに引いてもこうやって、あ、可愛い。こうやってこうやっても、これだけでテンション倍増やろ。これは2200円でした。どうでっか、2200円って、まあ妥当かなと思う。安っって感じでもないけど、私お友達来た時はしょっちゅう使うからいいお買い物しました。とはいえ、クリスマスパーティー動画とかにはさ、する予定ないけど、でも聞いてみようか、友達に動画回してもいいか聞いてみるか。でもさ、プライベートをさ YouTube にするのってさ、みんなさ簡単そうやん、別に動画回したらええやんそれって思うやん。けど難しいのが、今日はクリスマスですとか言って動画撮ってさ、で完成のさ絵を撮り忘れてたりするわけよ。もうプライベートとして楽しんじゃって、でみんなとさ乾杯とか言ってさ、みんなでこう仲良くさ、あはーとかって喋ってる最中にさ、ふと思い出すねん、私動画で完成の絵撮ってない、この動画どうなっちゃうの、どうやって終わるみたいな、急に動画終わったことになるけどみたいな感じでちょっと考えちゃうねんな。じゃあ次、うん、次はテーブルに引くものシリーズ、じゃーん、雪の結晶。雪の結晶です。これ鍋敷きみたいにこうやって引くんやと思う。これクリスマスパーティーの時に通貨おうと思って。次です、次はこちらです、じゃーん、ナプキンです。
これな、こうテーブル、これあれやで、あの今畳んでるだけやけど、こう大きくなるで、これな。これの上に一人一つこうやってナプキンを置くねん、こうやってな。んでフォーク、こういうな、まあ、ゴールドだとさらにいいですよね、クリスマスっぽくて。こういうゴールドのスプーンとフォークをこうやって置くねんな。ほんでここにリボンでも結べば、アメイジングな空間が出来上がり。かわいいやろ。これもね、いくらですか？ナプキン2枚セットで550円。うんうん、もももも、も普通か。次はこれはなんだ、赤いキャンドルを買いました。これキャンドルこうやってテーブルに置いてるだけでクリスマスっぽいやろ。はい、次はこれめっちゃ可愛くない？これちょっと開けるか。星のキャンドル、かわいい。はい、次です。次はじゃん、ゴールドのツリー。うん、これかわいい。最近ゴールドとかシルバーとかさ、そのメタリックなキラキラ、これもキラキラやな。キラキラな気分なの。みんなはどう？次、じゃん、キラキラゴールドのオーナメント、クリスマスツリーに飾ろうと思います。去年クリスマスツリーなめっちゃ可愛く飾ってんけどな、ちょっとオーナメントが足りなくて後ろまでこうつけられへんかってんな。壁に、あの壁面のところはちょっとまあ見えないし飾り付けんとこうと思っててんけど、これで全面飾り付けれる。次ー、これめっちゃ可愛い。これリボン、リボンやねんけど、見て、メリークリスマスって書いてんけど、これめっちゃ可愛くない？はい、私アイディアがあります。ここにスプーンとフォークをこうやって置くやんか、ナプキンに。で、このリボンでキュ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 、こんな感じで結ぶねん、これでな。うぅ、可愛い。このリボンマジで可愛い。めっちゃ可愛くない？これ次、チョコレート次次な、これな、可愛くない？これ、コップに、これね、コップに刺すねん、この紙を。その席の人に名前書いて、あさぎ、ことみ、なるみ、はるみとか言って書いてたら可愛いなと思って。次ー、リボン、リボン、私はリボンが大好き。リボンを買うのが趣味だと言っても過言ではないわ。次、かわいい紙ナプキン。これはね、去年も買ったんだけど可愛いなと思って、クリスマスツリーの柄のナプキン。もう大してね、クリスマスパーティーなんてうちではしませんよっていう人も、これがね、テーブルにポンって置いてあるだけでテンション爆増。しかもこれいくらや？このクリスマス感を200円で、たったの200円で手に入るクリスマスの思い出が、買うしかないよね。見て、赤と緑のこのクリスマスのケチャップまでも参戦してるよ。かわいい。いいね、クリスマスっていうイベントがこの地球にあって本当に良かったよね。次、これはなんだかわからないけど可愛いから買ってみた。おお、かわいい。あ、このリボン可愛かったから2個買っちゃいました。このリボンもいくらよ？このね、リボン、こんな可愛いリボンが、200円。たまげたよ。プレゼントとか誰かにするときもね、こうやって紙袋とかこことかね、取っ手のここにこのリボンでキキキキ結ぶんですよ。そしたらもらったときに、うん、かわいいって、たったの200円でこのキュンキュンが味わえるんですよ。ケーキサーバー、なんていうの、ケーキサーバーっていう、あ、ケーキサーバーだ。ケーキサーバーがね、うちにはなくって、とか去年も言ってた気がする。で、去年買った気がする。うん、ケーキサーバー。ねえねえ、クリスマスケーキ決めた？みんな。私さ、さっきさ、携帯で見ててんな、今年のクリスマスケーキ。予約とかしなあかんやん。ケンタッキーとかもやばいから行列。予約とかしなあかんね、今のうちからな。私も何回痛い目を見たことか。気づいたら、あ、今日クリスマスや。じゃあもう、ケンタッキーでチキンでも食べるか？とか言って、ケンタッキー行ったらもう長蛇の列。で、私、クリスマスのケーキ調べててんな。ちょっとみんなにもシェア。ごめんね、途中で脱線して。でもね、見てほしい、いろいろ見てたんやけど、見て、これ見て。題名、キャンドル限定25台でお目見えするキャンドル、限定25個。絶対手に入らへんやん、うち。アイドルオーディションより難易度高いかも。めっちゃ可愛いけど25個はちょっとさすがに諦めてる。で、次見て、可愛い。次見てお値段なんと7万円。7万円のケーキってどんだけ頑張ったら、人生どんだけ頑張ったら7万円のケーキ食べれるようになる。直径15センチ、15センチ、7万円。
他にもな、こんな感じとかな、こんなめっちゃ可愛い、これも3万円だからね。でもね、可愛いのがこんな風にいろいろあるの。これ待って、7万円超えました。89,000円。頑張ろう、うん、お仕事頑張ろう、みんな頑張ろうな。パキン。次です。次はこっちは結構割れ物とか入れてもらいました。見てチューチュー、かわいいね。ネズミがこんな感じではしご渡ってる。私ね、ネズミ大好きなの。特に野ネズミ、まあドブネズミとも言う、あの道端のネズミが大好きで、よくなんかえってびっくりされるんやけど、大好きでね、動画とかもよく見るんやけど、こんなにもね手が込んだ作りのね、はしごマウスちゃん、お値段なんと650円。はい、どんどん開けていこう。あ、最近の嬉しい報告します。愛子さんのライブ当たりました。はい、じゃん。これもオーナメントです。これかわいいよな、プレゼントボックスのオーナメント。次はじゃーん、これはおてて、コップンカーっといった感じのおててのオーナメントこういうちょっと独特なオーナメントがフライングターガドには品揃え豊富にあります。もう一個私の嬉しい報告、最近決まったんですけど、ダーンと新婚旅行行きます。はい、まだね、あの確定はしてないんだけど、確定してないからさ、なくなったら恥ずいからまだ言わんとくか、場所は。じゃーん、かわいい、ピンクのワンちゃん、かわいい。はい、よろしくね。でもな、嬉しい発表あんねん、一つな、最後にみんなに報告したい発表。はい、じゃーん、これね、電池買わなあかんわ。買わんでもいけるか。あ、いけた。陶器のクリスマスツリーの置物、これ光ってんねんけど、わからんか。ララララララ。おほ、ザリガニ、可愛くない？ザリガニのオーナメントクリスマスツリーにつけます。誰が考えたんやろうな、これ。ほんまにフライングタイガーの商品開発部の人ぶっ飛んでると思う。まあ、こんなん以外にももっとな、なんだこれっていう面白奇想天外なアイテム多いねんけど、だってさ、会議とかでさ、はい、では2023年のクリスマスの、オーナメントのアイデア出しブレストを行いたいと思います、皆さんアイデアありますか？はい、ザリガニっていうわけやろザリガニ作ろうっていう感覚、発想ないよな。これとかもコップンカーのこの感じでやりましょうってことやろ。じゃーん、かわいいクリスマスボックスの置物。次はこちら、じゃん、スター、星のピカピカ光るやつ。おー、かわいい、光らさんでもかわいい、見て。全然光とかなくてもかわよさそう。いいね、クリスマスとかさ関係なく、お誕生日とかに飾ってもかわいいかも。パキン。はい、以上こんな感じです。ここで私の元に届いた一通の手紙を紹介させてください。こちらです。今日の朝ポストに投函されていました。この真っ黒の封筒、中を開けると、アサギーニョ様、金色の輝く文字で私の名前が書いてあります。内容はこういったものです。12月13日12時から1時幕張イベントホール from YouTube。 呼び出しや、呼び出し食らった。 YouTube から呼び出しです。皆さんは何のことか分かりますか？私は詳細を聞きました。これが何なのかというと、私先日YouTube 100万人達成しました。はい、100万人達成といえば皆さんもご存知でしょう、あるものをもらえますよね。私12月13日幕張イベントホールで金の盾を、なんとヒカキンさんから直々にいただけることになりました。金の盾、
タタラタ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 、すごいね。いやいや、金の盾なんてさ、普通にさ、ヤマトとかさ、佐川とかでさ、普通に送られてくるのかなって思ったら、直々にこの YouTube 界のレジェンドのヒカキンさんから手渡しでいただけるということで、直々に、そんな私もこの金の皿でも十分ですよと言いたいとこだけど、嬉しいよね。このわざわざさ、受賞式に呼んでもらえるっていうことが、多分生配信とかあるからさ、ぜひ皆さんも見届けてください。みんなでゲットした金の盾ということですから。ところで銀の盾はどうしたんですかって思うよな、みんな。金の盾金の盾って言ってるけど、銀の盾もうあんた持ってんじゃないのって。はい、いただいたんですけど、私その時三茶に住んでて、家がすごく狭くって、捨てれませんよ、捨てません、もちろん捨てはしないんですけど、もう足の踏み場もないような狭い家に、家電もないお家でしたので、チャーちゃんに送りました。チャーちゃん家にしっかり祀られております。その頃はチャーちゃんも YouTube というものはそんなによく分かってなかったと思うので、なんか銀色の塊来たと思ったと思うけど、ちょっとさ、肩こりやばすぎてどうしよう。それじゃあ皆さん、今日も最後まで付き合ってくれてどうもありがとうございました。次は大親友ひなたとの誕生日会かな。お楽しみに。グッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。インスタのフォローも待ってます。じゃあ次の動画も見てね。バイバーイ。せーの、バキュン。